クラブハンの皆さんありがとうございました。スタジオジャグの皆さん、パフォーマンスお疲れ様でした。そしてご覧に来ていただいた皆様、1時間の間お付き合いいただきありがとうございました。エンディングでもう一度今回使った道具の紹介をさせてください。それでは最初はボール。それなのになぜ目も合わせやしないんだい、そうよと怒る君、これでも役に立つ飛ばしてきたんだろう。そして次はリング。死ぬその声に生まれて初めて何を言えばいい。君の全世界を抱き寄せた次は健太郎です。その時一緒の何かを目がけてやってきたんだよ。君が全然そのうちに自分で歌って、次はヨーヨーです。探し始めるさ、むしろゼロからまた宇宙を始めてみようか。次はポイです。3人で技を決めてみよう。ここから話すかな、君が描いた愛がのストーリー。次はスタッフ。その騒がしい声とエアーで技を決めてくれます。そんなカプレーゼイヤーの僕らを誰が止めるというんだろう。ロマロマの君のハートに旗を立てるよ。君は僕から諦め方を奪い取る。決まりました。アクション。バスケットからは上級生3人による5つの歌、5つの道具を使った技をします。技が決まりましたら握手の方です。もう1つ5つ全部キャッチでお願いいたします。はい、こちら、そうですね。本日少々風が強くなっております。なんと全て回収しました。最後にクラブ5本でキャッチ、5本キャッチできたら拍手お願いいたします。一から探し始めるさ。あー、決まりました。